不思議、なぜなにものばかり。うーん、うーん。あら、モーガン、どうしたのあ、お姉さん。実はね、僕、プログラミングを勉強することにしたんだ、モグ。早く一発のプログラマーになって、研修後の後出し要件に、大量の栄養ドリンクで肝臓を言わせながら、徹夜で対応してみたい、モグ。 でも、いざ始めようと思ったら、プログラミング言語って種類がたくさんありすぎて、どれを選んだらいいのかさっぱりむぐうあらあら、モーガンったらしょうがないわね。それじゃあ今回は、初めてのプログラミング言語。どれを選ぶべきか迷っているモーガンのために、初学者におすすめのプログラミング言語参戦。 お姉さん、語っちゃおうかしら。さすがお姉さん、頼りになるもぐー。はい。初学者におすすめのプログラミング言語3選。最初はこちら C 言語よ。1972年、ベル研究所のデニス・リッチーらによって開発された C 言語は、 手続き型言語に分類される比較的処理の流れをつかみやすいプログラミング言語よ。1972年事態を感じさせるもんね。ちなみに、同じベル研究所で作られた B 言語の後継として作られたから C 言語と名付けられたと言われてるわ。C 言語の書式や文法は、これぞプログラミングの原点。 お手本とも言えるもので、後に誕生した多くのプログラミング言語に影響を与えているの。ふーん、でもそんなに古いプログラミング言語で大丈夫モグモーガン、C 言語は現役バリバリのプログラミング言語よ。例えば IoT、モノのインターネットと呼ばれる分野では、ほぼ C 言語一択ぐらいの勢いだし、 汎用性がとても高い言語だから、ウェブアプリでも、デバイスドライバーでも、何でも作れちゃうわ。なるほど。古いからといって、時代遅れってわけではないもんね。そうなの。それに、歴史がある分、学習する上で参考になる情報もたくさんあって、ほとんどの疑問は、書籍やネットで簡単に解決しちゃうのよ。 それと、初学者が C 言語をまず最初に選ぶべき最大の理由も、この歴史の長さにあるの。最大の理由お姉さん、一体何もぐそれはね、C 言語の登場以降に作られたプログラミング言語は、すべて大なり小なり C 言語の影響を受けているから、C 言語の考え方や技術がそのまま使えちゃったりするの。 ありていに言えば、C 言語がそれなりに扱えるようになれば、現代の主要な言語は、だいたいなんとなく、ノリで使えちゃうようになるってこと。うわー、それはかなりすごいもぐね。うーん、後発のプログラミング言語を作った人たちが、C 言語ユーザーを取り込みたいから、C 言語が扱える人なら、無理なく自然に使えるように、言語を設計したっていうのもあるんだけどね。 意外と泥臭いモグね。結局は人間のやることだし、ユーザー数が多くなれば、それほど動くお金も大きくなってくるから、そのあたりはちょっとしょうがないかもしれないわね。ふーん、それにしても C 言語、いいことずくめすぎて何か逆に不安になってきたモグ。 そうね。あえてマイナス点を挙げるとすれば、コンピューターの仕組みやなんかの知識がないとピンとこない機能もあったりするから、習得にそれなりに時間がかかるってくらいかしら。それなりにってどれくらいもぐう,うーん、もちろん人によるんだけれども、全くの初心者だったとして、毎日1、2時間ずつ取り組んだとして、 だいたい半年から一年くらいかしらわお結構かかるもぐねはい、次に紹介するのはこちら C シャープよ C シャープさっきの C 言語と何か関係があるもぐそうなの C シャープは C 言語とその派生言語である C++ から強く影響を受けて作られたプログラミング言語なの。ということは ?C 言語を知っていればかなりスムーズに入っていけるはずよ。もちろん知らなくても全然大丈夫よ。C シャープは2000年にマイクロソフトの肝入りで登場。 プログラミング言語としては比較的新しいものになるわ。文法なんかもかなり洗練されているから、小学者でも数ヶ月あれば習得できると思うわ。C 言語と比べてぐっと短い時間で学べるもぐね。短時間でソルジャーを量産するためにそういうふうに作られているの。 C シャープのおすすめポイントはなんといってもその生産性の高さね。C シャープでプログラミングをする際には、マイクロソフトが提供する IDE、ビジュアルスタディオという統合開発環境と .NET フレームワークを使うことになるんだけど、これらがとにかく強力で業務システムをはじめあらゆる種類のプログラムをびっくりするほど短時間で作ることができちゃうの。 IDE? フレームワークお姉さん何を言ってるモグ ?IDE っていうのはプログラミングをする上で必要なソフトがセットになったものでフレームワークっていうのはよく使うプログラムの機能や基本的な骨組みを提供してくれるものよえっと、プログラミングがはかどるって理解でいいモグかそういうこと プログラミング言語を選ぶ上で、どれだけやりやすい環境が整っているかっていうのは、何より効率が求められる現代では、かなり重要なポイントだと思うわ。効率がとってもいいのは分かったもぐ。デメリットみたいなのは何かないもぐそうね。ハードウェアを直接操作するようなプログラムを作るには、あまり向いてないわね。 あと、C シャープの利点である強力な開発環境を活かすには、それなりのパソコンが必要ってくらいかしら。なるほど。よくわかったモグ。短期間でものにできるのは大きな魅力モグね。そう。そして、それは、プログラマーを使う側の人間にとっても大きな魅力なの。 短期間で使える人材を育成できるなら、社長さんもほっくほくもぐね。そうね。短期間で大量に投入できるから、損耗率をさほど気にする必要もないわ。C シャープは、そこまで考えられたプログラミング言語ってわけ。お、お姉さん 最後に紹介するのはアセンブリ言語。アセンブリ言語はコンピュータが唯一直接解釈し得る言葉であるマシン語。それを1対1で短い文字列や記号に置き換えたものよ。ほぼマシン語と言っていいものね。なんか、とんでもないものをおすすめされている気がするもぐ。グうーん、確かにコンピューターの仕組みやなんかを 割としっかりめに勉強しなくちゃなんだけれど、プログラミング言語として見た場合、アセンブリ言語はそれほど難しいものではなくて、むしろ個々の命令は単純で覚えることはびっくりするほど少ないわ。なんだか表紙抜けもぐー。ただ、一つ一つの命令の粒度がとっても細かいから、大掛かりなものを作るのには全然向いてなくて、 現在実用的な用途としては家電や工業製品の制御システムなんかのコンパクトなシステムに限られているんだけれどもあんまりいろんなことができるわけではないもんねえっとさらにコンピュータがわかる言葉マシン語っていうのはコンピュータの種類ごとに違うからアセンブリ言語って一口に言っても コンピューターの種類ごとに記述の仕方や文法が違ったりして、ちょっと面倒なところもあったりするんだけれども。お姉さん、アセンブリ言語を学ぶメリットがさっぱり見えてこないもぐもモーガン、現代のプログラムの動作基準っていうのはね、実はかなり間接的というか、遠回りの方法だったりするの。 主眼とする領域の応用レベルが高いっていうか、根っこの部分で機械としてのコンピュータが具体的にどういう働きをしているのかっていうあたりを普段プログラマーが気にすることはないし、その必要もないから、ほとんどのプログラマーはプログラムが実行される根底の流れに関しては漠然とした知識しかなかったりするものなの。 だからこそ最初のうちにアセンブリ言語を学んでコンピュータがプログラムを実行する流れを最も根底のレベルから眺めておいてほしいなってお姉さん思うのよ。実用範囲は狭くてもプログラマーなら押さえておくべき基本ってわけもね。それに全てのプログラムはコンピュータで実行される以上、最終的にはどれもマシン語なわけだから。 マシン語と1対1で対応するアセンブリ言語を知っていれば、元のソースがなくても、現物のマシン語のプログラムから処理の流れを追うことができるわ。いざとなれば、すでにマシン語化されたプログラムの不具合を直接修正することもできるってわけ、モグね。それってかなりすごいことかもしれないもぐ、モグ。あ、うーん、そういうこともあるんだけど、 例えば、競合他社の開発したナイスな衝突検知プログラム。どういう仕組みなのかさっぱりわからない。聞いても教えてくれるわけもない。そんなとき、アセンブリ言語がわかれば、現物のプログラムから処理の流れが終えて、仕組みを解明できちゃったりするの。便利でしょお、お姉さん うーん、なるほど。プログラミング言語にもいろいろあるもぐね。ありがとう、お姉さん。なんだか自分に向いたプログラミング言語が見えてきたような気がするもぐ。どういたしまして、モーガン。じゃあ、今回のお話はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。